食わないで済むなら食わない方がいいよ。そうっすよね、本当に本当に。あはじゃねえよさあこれさちょっとでも考えましょうか、はい、うん、じゃあ2人ともフェアウェイで270ヤード超えだったらダースに食ってもらおう。あ、そうしましょうか、ね、2人が、はい、それはリスクなきゃね、女の子のあれやっとられませんよ、女の子の。これはデモだな俺はねえ、女の子たまったもんじゃねえよ、女の本当にやりぞんだよ、やりぞん。わかりました、わかりました、2人ともフェアウェイキープで270ヤード以上、うんうん、いいっすよ、いいね、うん、いいですよ、うん、先に言っときますけど、今諸症状が、まあ、落ち着いてきてはいるんですが、まず今胃がもたれてきてお腹が下ってます、はい、その条件を聞いた上でちゃんとうんって言ってくださいよ。いいんですね。もう大丈夫です。はい、わかりました、はい、ただあくまでも2人の対決でもありますからね。はいはいはい。あ、じゃあ2人とも270ヤード以上フェアウェイで、ここでそれでも対、それで2人ともそれを達成したら俺は食べます、うん、でもどっちにち負けた方は俺と道連れです。なんだよそれなんだよ。わかりました。じゃあモチベーション上げましょうか、うん、じゃあわかりました、うん、こうします、うん、2人とも取ったら僕だけで。オッケーオッケー。そのがモチベーションです、うん、オッケー。まあ、そういうね、あの1人も犠牲者が出てますから。そうですね、あのろれつ回ってないんで酒じゃありませんからね、はい、辛さですから、はい、こうね、歯にくっついてるチョコだからね、はい、噛むと歯にくっついてるでしょ、はい、ベロでベロっとるじゃない、はい、取るごとにきますから痛みがいやいや大変ですよこれ。キルちゃん頑張りましょうね。今のタイミングで食べたら、はい、そうっすね、貝塚ぐらいまでは多分響く形になるんだろう多分、はい、頑張りましょうね、はい、貝塚は越せないと思います多分。越せない、はい、思います。そうね、頑張っていきましょう、はいはい、でドラコン対決ですね、はい、でこのドラコン対決は先ほど打った RS ジャスト で、はい、2人が選んだモデルを使用してます、はいはい、でクイちゃんは RS のノーマルに、B プラス、ね、これは一番いい組み合わせって言ってたやつね、はい、私はちょっと意外でしょうけど RSD、ね、こちらの方に、はい、MB プラス入ったものを打っていきたいと思います。はいとうとう M プラスを裏切りましたね。裏切ったんじゃなくて組み合わせ的に楽しかったでしょ、うん、こう少し潜る感じがあったね、うん、あ、球飛ばせる感じがあったんでこっちの方にしました。ちなみに2人とも、まあ、275ヤード超えたら今5ヤード増やしましたね今ちょっとね270ヤードですよ。何のことですか。270で切ってましたね。あ、そうですか、はいはいはい、じゃあ270を目標として、はい、何ヤード今そのお使いになられるクラブで飛べると思います。僕はいつでも320ヤードです。狙いは現役日年の時の数字ですか。現役、まあそうですね、はい、そういう時ね、そういう時はありましたね。でも、うん、俺はでも300ヤード狙いますよ。お、はい、あの健康体ならだから今日ちょっと健康的には280でしょうね、はい、うん、ダメージそんなに食らっても280。もうこの辺がねポッ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 するの分かる。ポッ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 で、これは確実に明日の朝また来ますからねもう一回、うん、はい、もう多分とんでもないことにもう多分あれですよ、悲鳴が取れからキャーって聞こえた悲鳴が、ね、うちの嫁さんがどうしたかって、ね、はい、クリアさんは。俺ね、今日1日こう使わせていただいて274が今のところ最高なんで、それを超えたらいいっすね。270295、はい、うん、まあ2人とも280は超えて頑張りたいですね。わかりました、はい、じゃあ行きましょう対決にレッツゴー。
おー、ナイスショー。あー、吹いた。あー、右だ。こりゃ吹いたわ。あー、まあ決着がつきましたけどね、これね。あ、でも鎮痛な面持ちですいや、あの、もし、なんとか何リーパー、キャロライナリーパー、キャロライナリーパーっていうものと、うん、ものをね、体内にあの生涯入れずに済むんならその方がいいです。そうですよね、はいはい、そのぐらい今もうお腹痛いし、はいはい、下るんすね、辛いといや、下りますよ、それは。下るんすね。もともとそんなに腹があの固まらない方なんで、はい、あの壊れた蛇口みたいになる可能性あります、はい、さあ、そんな思惑もありつつ栗原さんはあそこですか、うん、でもあれなんですよ、この後ろから打ってこの木越えてくんだから大したもんだよまあ、大したもんだよ。強がりの記者を走らせられてる。だいぶいいですよだいぶいいですよ、だいぶいいですよ。はいはい、それは大したもんだよ、はい、あー、ちょっとこれ、あー、もうこれもう見た目は完全に分かりますね、これね、どっちが飛んでるかは。これ、あー、クレさん残念。もういいんだよ、いいんだよ、いいんだよ、それこの木までだと何ヤードですか。ん、292。え、292。ああ、じゃあ2人とも300を超えてますね、じゃあね。300いってんすよ。いや、いってないですよ。大したもんだよ、ここまで飛ばすんだから。あ、さあ、じゃ あの、2段目打ってからでいいですか、いただくのは。はい、どうぞ。いただくのは、いただくんで、ちゃんと。はい、どうぞ。いや、ほんとね、体内に入れない方がいいです、あれは。はい、とだけ言っておきます、私は。あら、あー、前行ったけどね、いい、当たっちゃった。ナイストライってことで、じゃあ食っときますか。栗原さん、行っておきましょう、一回。はい、一回言っていいですか。あのね、ガーミン計測で252しか飛んでなかったんで、美味しくいただこうと思います。はい、どうぞさっさと食べましょう。じゃあさっさといただきます。これいっぺんに、あ、もう、はい、はい、一気にいってください。その方がいいと思います。ああ、普通全然この辺大丈夫なんですか、うん、あ、まだでしょ、ね、普通そう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 、あ当たりましたね。当たりましたよ。あ、当たりました。これはいけません。これはいけませんよ。これね、あーなんとわーって言えない感じできますね。そう、これがね、もっと強くなってくから、あうんそう、さらっとね、麦茶が手にはつきますわな、そら、うん、もっと飲んだほうがいいよ、ま、ほんと飲んだほうがいい、ほんと飲んだほうがいい、すごいこれあー、あのね、これ多分食べないと伝わんないですよ。そうなのよ、そうなの、まだもうまだ収まらないから、ね、全然、ほらほらほら、ほら口に来たでしょ、あー、ほら視神経に来るんですよ。痛い、あ、来るんですよ、そう、神経に来るんですよね、これね、不思議ね、あー、ね、もうありとあらゆるものを飲みたくなるね、冷たい、いやー、もう分かる、本当分かる。これがですね、大体そう30分はまあ続きますかね。はい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 。ああ、はい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 。そういう正しいリアクションですね。はい、いいですね、うん。はいはい。そうそうそう。なぜか足組みたくなる。そうそう、わかるわかる。そう。ああ。おしっこ我慢してるわけじゃないのに組みたくなる。そうそう、わかるわかる。ああ、そう、ああ、そうそう。なんかね、体を締めたくなるね。そう。なぜかね。ああ、汗が出る。汗が出るね。俺はね、寒気の方だ。どっちかっていうと熱い。なんだろう、なんですかね
なるべく本当に皆さんにはお伝えしたいのは、もしその、辛み成分を生涯口に入れることがない方が幸せです、はい、間違いないですそこれはね、ここが痛いからこっちを痛くして痛みを分散させようとしてるんです ね人間の本能ですね、これね。ああ、いいです、ああ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。ああ、やばい、そうそうこれね、辛くない体勢があるかもしれないとかいろいろ動かしてるんですけどないんですね、これ、残念ながらないんですね。あ、ちょっとお待ちかな。やっぱないんですね、やっぱね、ないんですね、ないんですね。さあ、行きましょう次行きましょう